こんにちは。今日は肩紐のリボンがポイントとなるワンピースのご紹介です。肩紐は後ろに向かってつながっているので、中に着るトップスに合わせて身幅の調整ができて、身長に合わせてもアレンジできます。このスタイリングではチュニック丈の身幅がゆったりとしてドロップしてる細袖を合わせてるんですが、リボンが調整が効くので無理なく合わせていただけます。素材はキュプラコットンリネンで、キュプラコーンによって少し光沢のあるとても綺麗な素材感になっています。ポケット位置も可愛くて、斜めにちょっと下目についたポケットも特徴です。少し透け感のある素材になりますので、インナーに合わせるレギンスやパンツ、ベジスカートアレンジを楽しんでいただきたいです。そしてこのワンピース、実は 2way として使えます。別のスタイリングでご紹介です。はい、2way はスカートとして履いていただけます。このリボンのところをギュッと絞って履いています。とっても可愛いのがこのくるくるくるっと巻いたウエストです。これは身長に合わせたり、好きな丈感に合わせるのに2回、3回、4回と、薄い生地なのでこう巻いたくさん巻いていただいてもウエスト周りでごわつかない感じで履いていただけます。長くなったリボンもとても可愛い。そして先ほどワンピースとして前にあったポケットは後ろ側に着ています。スカート前後を逆にしても可愛いですね。